まあ、今日はね、田淵山というよりも、中西がね、なんか文句言ってるから、まあ、こうやって毎日試合やるのやったら、まだ、なんていうの、俺らも2人知らんけどね、やっぱ、何でも来いやって、いつでもやってやるよって、まあ、3試合目だろうが何試合目だろうが、がっちりやるし、若いやつも生き生きしてるしね、今日はやられたけども、まあ、タイガー・マスク選手もね、まあ、最後、ね、助けられなかった、残念ですけど、でもまだまだこんな機会ね、いくらでもあるし、このシリーズ通して、しっかりとね、若手も盛り上げて、俺たちももっともっとね、勢い増してやらないといけないなと思いました。ありがとうございました。もう今、天野さんが言った通りね、はい、こういうカードがね、まだまだ組まれてると思うし、まあ、僕にとってはちょっと田口監督がね、昨日からね、なんか変な動きしだすからね、ちょっと考えちゃう部分があるんだけどね、まあでも明日からかな、ずっと今度田口監督とは組むんでね、もう気持ちを入れ替えて、まあメインだろうがね、本当に今テネさん言ったように最初の試合だろうが関係ないものなの、とにかく試合を盛り上げる、そして自分たちの強さを見せる、それだけです。先輩と混ぜても俺が勝ちを取るようになってきた。このシリーズ結構後ろでやることも多いんで、しっかり成長して5は中5、今日は仲間として戦いますけど、中西さん次こそ勝ちます。はい、やっぱり独自ジャパンのオリジナルメンバーといえば中西さんを忘れてはいけないですね。あらら、ら嬉しく言ってくれる。はい、お待たせいただいて、はい、ありがとうございます。いやいや、もう、監督のケツのことが心配で、集中攻撃されてたから、はい、でも、やべ、心強いです。オッケーオッケー。エロ頼れる、はい、ギガ何かがギガかかってるってことか。